名古屋ドームです。セリーグ公式戦、中日ドラゴンズ対読売ジャイアンツの18回戦です。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。さあ西さん、今日のゲーム見どころはどのあたりでしょうか。そうですね、やはりドラゴンズの打線ですよね、はい。まあ、相手は連打を浴びても動揺するタイプのピッチャーではないですから、足や小技を生かしてでも何とかして塁に出ていきたいですね。そのあたりも注目ですね。まずはドラゴンズの先発朝倉が名古屋ドームのマウンドに上がります。今日勝てば5勝目になります。小宮山さん、やはりバッテリーとしては立ち上がりきっちりストライクが入るかどうかポイントだと思うんですが、いかがでしょう。そうですね、とにかくしっかりとコントロールできるかどうかっていうところが大事なことになりますからね。なるほどね、コントロール重視の小宮山さんらしいコメントありがとうございます。初球陣弾き返した打球はライトへ、ライトが取りました。ワンアウトです。バッターは2番に入っている太田。ここ3試合連続で複数安打を放っています。打撃好調です。朝倉、まずは先頭バッターを打ち取っています。マウンド上朝倉、そしてキャッチャーは加藤。このバッテリーをジャイアンツ打線がどう攻略していくか。初球は空振りです。さあ2球目は何か。打ちました、ヒットになった。これで4試合連続安打。ワンアウトランナー1塁となりました。打順は3番坂本。昨日のゲームはマルチ安打を記録しています。ヒットでランナーを1塁に置いています。まずは見送り、低めで打ち損じを狙いたいですね。なるほど、さあキャッチャーどこに構えるか。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。なるほど、さあそういった配球で攻めてくるのか。これが3球目、インサイド落ちました、強い打球、切れました、ファールボール。インコースを落としました。平行カウント、引っ張った、三遊間抜ける。これで7試合連続安打。ワンアウトランナー二塁一塁、バッターは4番松田。ドラゴンズ連続安打でランナーを背負っています。連打を浴びてますんで、ここで打線に勢いをつけさせないようにしたいですね。さあ先制のランナーを背負ったこの場面です。やはりランナーがいると初球も慎重になりますね。ああやはりそうですか。ここはゲッツーを取るようなピッチングがありそうですね。そうですね。バッターの松田、今シーズン得点圏での打率は4割1分5厘となっています。いや随分と高い率ですね。ここも期待十分ですね。ああそうですか。小宮山さん、ゲッツーを狙うには。インサイド落ちました、ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナー3塁を回った、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは2塁でストップ。ジャイアンツ1点を先制しました。1対0、序盤から先手を取られています。小宮山さん、先制点を奪われてしまいましたがいかがでしょう。まあ、注意すべき相手でしたよね。立ち上がりを攻められて先制点を奪われました。さあそしてバッターボックスには岡本が入っています。さあなおもピンチの場面。この流れをここでしっかり食い止めて切り抜けたいですね。なるほど、そうですよね。ここは三振が取れれば理想的ですね。そうですね。ストレートで空振りを取ってきます。この球は外れました。
これは見送ってボール。小宮山さん、犠牲フライを防ぐような配球というのはあるんですか？中途半端な速さのボールだと外野フライになる可能性は高いですから、できれば強いボール、特に低めですね。なるほど、そういうピッチングができる。このボールは外れてフォアボール。これでワンアウト満塁、ピンチを迎えます。結果はフォアボール、ピンチを広げました。いやー、今のはもったいないですよ。できれば三振を取りたいですね、ここは。なるほど、さあキャッチャーどこに構えるか。ストレート打っていった、サードランナースタート、サードランナーホームイン、どの上きっちりと犠牲フライを決めました。ドラゴンズ、なおも二塁一塁のピンチ。さあ先ほどのシーン、リプレイでご覧いただきましょう。この犠牲フライで追加点を奪われています。打席には山田が入ります。さあ2アウトながらピンチは続いています。ここでしっかり食い止めたいですね。なるほど、そうですね。まずはボールから入りました。これは手が出ないか、ストライクを取ります。さあ3球目は何か、これは手が出ないか、ストライクを取ります。ワンボールツーストライクです。さあ4球目は何か、空振り、ここは空振りでアウトを取りました。この回点は取られましたが、ここで食い止めました。しかしこの回ジャイアンツ鮮やかな攻撃で先に点を取りました。2対0ジャイアンツ先制です。1回の裏、これからドラゴンズの攻撃が始まります。ドラゴンズはご覧のようなオーダーとなっています。一方守りますジャイアンツはご覧のような守備陣です。セカンド山田、サード松田、ジャイアンツマウンドに上がるのは先発の高木。さあドラゴンズ打線はどうやって攻略していくんでしょうか。注目の立ち上がりです。大島が打席に入ります。現在打率は3割を上回っています。好調の今シーズン、まずはこの先頭バッターを出していきたいところです。初球ボール、2球目打ちました。これはショートライナー。バッターは2番に入っている三ツ俣。昨日のゲームでマルチ安打を記録しています。まずはワンアウトを取っています。最初は変化球できました。得意のボールでストライクを取りました。変化球、これは空振りです。ノーボールツーストライク。この球は外れています。打ちました。岡本、一塁そのまま入ってアウト。打席には3番バッタールナ。ツーアウトランナーありません。インサイド決まっています。
改めてお聞きします。バッターボックスのルナ、どういうバッターなんでしょうか。まあ、外野の間を抜くツーベースヒットが真骨頂のバッターですね。ああそうですか。これはバット出ず三振です。スリーアウトチェンジ。反撃したいドラゴンズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。1回終わって2対0、ジャイアンツがリードしています。両場内チケット売り場におきまして、公式戦の2回の表ジャイアンツの攻撃、バッターは注目のルーキー松也。昨日のゲームでは見事なバッティングでチームに貢献しています。さてドラゴンズの先発は朝倉、ここまで15試合に登板して4勝4敗という成績。前回の登板は7イニング投げて自責点に、勝敗はつきませんでした。ここはバッター甘いボールを打ってきますよ。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。インサイド落ちました。ファウルになります。3球目打ちました。ヒットになった。これで3試合連続安打。ノーアウトランナー1塁です。さあ一塁に追加点のランナーを許しています。そしてバッターはピッチャーの高木。まあここは送らせるんじゃないですかね。バントしました。取りました。一塁へ。アウト。ワンアウトです。送りバント成功です。ワンアウトランナー二塁となりました。バッターボックスの亀井、今シーズンの得点圏打率は2割飛んで7厘となっています。まあ役回りというのもありますけど、ちょっと寂しい数字ですね。まあ肩の力抜いて力まずにいってほしいですね。はい、期待しましょう。いいボールが来てますよ。はい、ストライクを先行させていきます。追い込みました。打球はライトへ。セカンドランナータッチアップ。2アウトランナー3塁と変わっています。最低限ランナーを進めてきましたね。さあこの場面でバッターボックスには2番の太田が入っています。初球ボール球です。スライダー、逃げていく変化球、手を出してしまいました。外、際どい球、ボールになります。次が4球目。ここもアウトハイへ。これも見極められました。はい、これでフルカウント。次が勝負の1球になります。打ちました。ワンバウンドヒットになりました。サードランナーホームイン。バッターランナーは2塁でストップ。ジャイアンツ1点追加します。3対0。ドラゴンズなおもピンチです。警戒していた相手ですが、タイムリーが出て追加点を奪われています。まあバッテリーもね、警戒してたんでしょうけどね。この序盤戦さらにリードを奪われます。ここで離されたくはないですね。まあ、勝負強いバッターを迎えてますから、しっかりと自分のピッチングをすることですね。そうですね。さあ気をつけていきたい坂本がバッターボックスです。まずは変化球から入りました。西さん、バッターボックスの坂本、どういうバッティングをしてくるバッターなんでしょう。まあ、そうですね、状況によって変わりますが、もともとはボールを強く叩こうとする意識が強いバッターですね。そうですか。
めの変化球見送りましたがストライクです。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。さあどのように料理していくか。ライト方向を流しました。ライトライナー掴んで3アウトチェンジです。しかしこの回ジャイアンツ1点を追加しています。3対0、ジャイアンツのリード広がっています。2回の裏、さあドラゴンズこの回は4番から始まります。バッターは杉山。昨日はマルチ安打を記録しています。ドラゴンズビハインドで迎える2回の攻撃です。西さん、まずは塁上を埋めていきたいですね。まあ早い回で追いつければね、この後の展開も変わってきますからね。そうですね。内に切れ込んできました。あっという間に2ストライクです。さあ外してくるのか。変化球空振り、ワンアウトです。5番バッター藤井。昨日のゲームはホームランを含むマルチ安打を記録しています。高木、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。最初は変化球できました。次が2球目、高めちょっと外れたか。ボール先行です。痛烈、これはセカンドライナー。6番、さあそしてパワーズ、この打席でホームランを放てば今シーズン10本2桁へ乗せることになります。2球目は何で来るか。ボールになります。インサイド落ちました。ファールゾーン、これは追いつきそうだ。最後はレフト、ファールグラウンドで掴んで3アウトです。反撃したいドラゴンズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。2回終わって3対0、ジャイアンツがリードしています。今画面に出ているのが先ほどの配球です。インサイド落ちました。ヒットになった。これでマルチヒット。ノーアウトランナー1塁です。打席には5番バッター岡本。前の打席ではフォアボールを選んでいます。ヒットでランナーを1塁に置いています。内から入りました。初球からカットボールを投げてきましたね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。ここはゲッツーを取るようなピッチングが理想ですね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。高め大きく外れました。4球目は何で来るか。打者の内角をえぐるような投球でした。さあ仕留められるか。インサイド落ちました。切れていきます。ファウル。変化球空振り、ワンアウトです。さあ一塁には追加点のランナー、バッターは堂上。まあ状況的にはエンドランも考えられますね。さあ仕掛けてくるでしょうか。
ス打ちをついてきました。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。なるほど。さあ、そういった配球で攻めてくるのか。次が3球目、これで追い込みました。高めの後ですから次は低めが有効だと思いますね。なるほど。さあ、どう来るか。変化球で空振りを取ります。タイミング合いませんでした。打順は7番山田。ツーアウトランナー1塁です。初球ボール、変化球入りません。ボール先行です。ファーストランナースタート、ヒットエンドラン、これは破っていきそうだ。真ん中を破りました。ファーストランナー三塁回ってホームを狙う、ホームに送球、ファーストランナー一気にホームイン、ジャイアンツ1点追加します。センターオーバーのタイムリーヒット、4対0ドラゴンズ、もうこれ以上点はやれません。非常に速い打球でした。ここでタイムリー、得点を奪われました。タイミング合ってましたからね。点が入りました。序盤で早くもリードを広げられています。さあ、ドラゴンズ得点圏にランナーを背負った場面です。ここはきっちり抑えて次の回につなげていきたいですね。うん、そうですよね。まあ、ただちょっと嫌なバッターが相手ですから、投げるコースには気をつけた方がいいですね。引っ張った、サード取った、一塁送球、一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回ジャイアンツ1点を追加しています。4対0ジャイアンツのリード広がっています。西さん、序盤から大きく点差をつけられてしまう展開となりましたが、この後どういったことが必要になりますか。まだまだね、あの集中力を切らしちゃダメですよ。本当にそうですよね。初球ボール、外のボール、まっすぐでストライクを取りました。低めの変化球は外れました。ファーストライナー、バッターは8番キャッチャーでマスクをかぶっている加藤高木、まずは先頭バッターを打ち取っています。さあ、まず1球目、最初は変化球持ってきました。ストライクです。得意のボールでストライクを取りました。これが2球目、バットは動きません。よく見ています。落ちるボールはこれは外れています。高めに大きく外れています。変化球タイミング合いません。スリーボールツーストライクです。
変化球空振り、ツーアウトになっています。次はピッチャーの打順ですが、先発の朝倉がバッターボックスに入ります。まあ、ピッチャーといえども塁に出ようという意欲は見せてほしいですね。そうですね。インコース決まってストライク。膝元への変化球、ノーボールツーストライクです。打ちる球できました。ファウルになります。変化球空振り、スリーアウトチェンジ。反撃したいドラゴンズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。3回終わって4対0ジャイアンツがリードしています。先発の高木がバッターボックスです。相手はピッチャーですから確実にアウトを取らないといけませんね。そうですね。これが1球目。ちょっとすっぽ抜けた感じです。低め、これは決まった。ノーボールツーストライク。さあ外してくるのか。変化球空振り、まず一つアウトを取りました。さて小宮山さん、バッターに対してバッテリーの思惑はどんな感じでしょうか。まあ、そうですね、初球に強いバッターですから入り方には気をつけたいですね。なるほど、ではバッテリーの組み立てに注目ですね。アウトコース見送ってストライクです。さあ2球目は何か。打ちました、ツーロス、ファウルになります。ノーボールツーストライクです。内への変化球は決まりません。ライトへ、亀井、ヒットが出ます。ワンアウトランナー一塁です。2番バッター太田、まあ、ここはさっき打たれたスプリットの使い方には注意したいですね。なるほど。さあバッテリーとしてはそこをうまく逆手に取っていきたいところ。これが初球、ファウルになります。次が2球目、ちょっと合わないようです。あっという間に2ストライクです。名の変化球は決まりません。打ちました、飛びついて掴んだ、二塁へ送球、アウト、ファインプレー、一塁転送はアウト、ダブルプレー。ランナー出ましたがジャイアンツ得点には至りませんでした。4対0ジャイアンツがリードしています。ドラゴンズ4回裏の攻撃になります。大島がバッターボックスに入ります。先ほどの打席はショートライナーに倒れています。ドラゴンズビハインドで迎える4回の攻撃です。サニーさん、まずは出塁してチャンスのきっかけを作りたい、そんな場面ですね。まあこの点差であればまだ分かりませんからね。とにかく出塁したいですね。そうですね。
初球ボール、2球目は何で来るか、いいところへ決まります。146キロ、変化球タイミング合いません。ワンボールツーストライクです。インローボール、変化球空振り、ツーアウトになりました。これで5個目の三振を奪われました。打順は3番ルナ、ツーアウトランナーありません。初球ボール、変化球これは空振りです。低めきました。追い込んでいます。ワンボールツーストライク、低めの変化球は外れました。まあ、ここは狙いとは違うボールにも対応していく。打ちました。センターへ抜ける。これで4試合連続安打。ツーアウトランナー1塁。打席には5番バッター杉山。ヒットでランナーを1塁に置いています。初球空振りです。これが2球目、外への変化球外れました。ここからは確実に狙っていきたい。変化球が高めに抜けます。打ちました。これはセンターに抜ける。これで4試合連続安打。ツーアウト2塁1塁。さあドラゴンズ、得点圏にランナーを置いています。この辺りで差を詰めておけるとまた展開が変わってきますからね。なるほど、そうですね。まあそして彼ならこのビハインドの中でもムードを変える力を持っていますからね。期待しましょう。バッターの藤井、今シーズンいいよ、一二塁間を破る、バックホームする、塁が埋まりました。そしてバッターボックスにはタワーズ入っています。さあチャンスが続き満塁の場面、まあ繋いでいますからここでしっかり得点して差を詰めておきたいですね。なるほど、そうですよね。ファウルです。ワンボールワンストライクです。ここからは確実に狙っていきたい。
ました。4対1、3点差になりました。ご覧いただきましょう。タイムリーが出て点差を縮めます。このまま勢いをつけたいですよね。ここで得点が入りました。いい形でつなげましたね。さあこのチャンスでバッターボックスには7番の本田が入っています。さあ初球は何か。初球ボール球です。ああよく見ましたね。そうですね。3球目は何で来るか。ボールです。バッターここは1球見てくるでしょうか。右に切れてファウル。これはまたど真ん中へ。さあこの満塁のチャンス何とかものにしたい。攻撃を終えました。ご覧いただきましょう。最後は空振り三振に倒れてしまいました。しかしこの回ドラゴンズ点差を縮めていきます。4回終了4対1、ドラゴンズが追い上げを見せています。小宮山さん、この回はゼロに抑えて打線の援護を待ちたいところですよね。まあ、そうですよね。とにかくしっかりとしたピッチングをしないといけないと思いますね。そうですよね。初球は何で来るか。初球ボール。ボールになります。ボール先行です。になります。変化球タイミング合いません。ツーボールツーストライクです。ここはストライクゾーンをかすめるようなボールが理想ですね。なるほど、そうですか。この球は外れています。3ボール2ストライクとフルカウントとなりました。三振です。ワンアウトです。打順は4番松田。まあ、さっきはストレートを打たれましたから、ここは変化球中心で考えた方がいいかもしれませんね。なるほど、この打席のポイントになりそうですね。まず何を投げてくるか。初球ストライク。ナイスボールですね。はい、ノーボールツーストライクです。外してくるのか。変化球で空振りを取ります。打順は5番岡本。ツーアウトランナーありません。初球空振りです。
ノーボール2ストライク。変化球空振り、スリーアウトチェンジ。ご覧いただきましょう。最後は落ちる球にバットが回りました。あそこは届かないでしょうね。この回ジャイアンツ3人で攻撃を終えています。4対1ジャイアンツがリードしています。この辺りで点差を縮めていきたいところだと思うんですが、いかがですか。いや本当ですね、あの逆転目指してとにかく諦めないで頑張ってほしいですね。そうですよね。初球は何から入ってくるか。初球変化球は空振りです。インコース決めました。あっという間に2ストライクです。3球目見送っています。ボール。変化球空振り、ワンアウトです。バッターボックスには代打の亀澤。西さん、まずは塁に出たいですよね。いや、きっちり役割をね果たしたいですよね。そうですね、この起用に応えたい。初球打ち、見事起用に応えました。ワンアウトランナー一塁となりました。さあ一塁ランナーを返して点差を縮めていきたい場面です。バッターボックスには大島。まあ状況的にはエンドランを仕掛けてもいいかもしれませんね。さあランナーをどう生かしてくるか。初球手を出してきません。この打席ゴロを打たすようなボールには気をつけたいですね。なるほど、そうですか。ここは併殺だけは避けたいですね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。まあ牽制のうまいピッチャーですから。引っ張った、ファーストの左抜けました。これで4試合連続安打。ワンアウトランナー2塁1塁。2番バッター三ツ俣。さあしっかりとつないでチャンスの場面を迎えています。いい形でつなげましたね。さあドラゴンズ、その得点差を詰めていこうかというところ。初球打ち伸びていく、どうだ、入れば同点。そのままスタンドに入りました。同点のスリーランホームランです。ドラゴンズ、この試合を振り出しに戻す一発になりました。同点に追いつきましたドラゴンズ、4対4。いや完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね。さあここで同点となるホームランが飛び出しました。いやうまく打ちましたね。これはこの回一気に同点まで来ました。打席には3番バッタールナ。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ドラゴンズホームランで同点としています。西さん、ここはもう1点得点が欲しいところですよね。まあそうですね、この流れに乗ってねこの回で勝ち越しておきたいですよね。さあ続いていきたい。さあ2球目は何か。打ちました、セカンド取る、アウト、ツーアウト。バッターボックスは4番杉山。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ツーアウトランナーありません。さあまず1球目、初球ボール。
ールになります。ボール先行です。際どいコース見送っています。ストライクが入りません。ここは1球見ました。これが5球目。膝元へ変化球が決まります。スリーボールナッシングからフルカウントまで戻しました。ファウルになります。外れてフォアボール。ツーアウトから勝ち越しのランナーを出していきます。いやそうですね、これはねチャンスですよ。バッターボックスには5番藤井。先ほどの打席はライトへヒットを放っています。ドラゴンズこの回同点となるスリーランホームランが出ています。これが1球目。初球ボール。インコース決まった。外外れてボール。変化球これは空振りです。2ボール2ストライクです。インコースこれは外れます。3ボール2ストライクフルカウントになっています。ここも見送ってよく選びました。フォアボールです。2アウトながらこのフォアボールで得点圏に勝ち越しのランナーが進んでいます。さあ貴重なランナーが出ました。ここは大事に攻めていきたいところ。さあそして打席にはタワーズ入ります。さあ一打勝ち越しの場面となっています。まあこの辺りでリードを奪っておけると終盤に向けての戦い方も変わってきますからね。なるほど、そうですね。これが初球。初球空振りです。バッターボックスのタワーズ、今シーズンの得点圏打率は2割6分2厘となっています。まあ一発が持ち味のバッターですから率としてはいい方かもしれませんね。ここも大きいのを期待してしまいますね。はい、期待しましょう。惜しくも外、ボールになります。とはいきませんでした。三振で攻撃を終えました。ご覧いただきましょう。勝ち越しのチャンスだったんですが結局三振に終わりました。まあやっぱりねチャンスなんでね確実に打ちたかったですね。しかしこの回ドラゴンズ貴重な得点が入りました。5回終わって4対4ドラゴンズ同点に追いつきました。ここまでの試合展開ハイライトでご覧いただきましょう。まずは初回先制のランナーを置いて4番バッター松田、追い込まれながら打ち返した当たりはタイムリーになりました。ドラゴンズ先制点を奪われます。続く攻撃ワンアウト満塁の場面6番バッター堂上、きっちり犠牲フライドラゴンズ1点を追加されます。2回の表ツーアウト3塁の場面2番バッター太田、ラストボールきっちりと捉えました。ドラゴンズ1点を追加されます。
3回の表ツーアウト1塁の場面、7番バッター山田、左中間へのタイムリーヒット、ドラゴンズ1点を追加されます。4回の裏ツーアウトフルベース、6番パワーズ、追い込まれてからのタイムリー、ドラゴンズ1点を返します。満塁のチャンス、しかしバットに当たりません。詰め寄ることができません。5回の表ここも三振、次々と三振に切って取ります。裏の攻撃、ワンアウト一塁二塁のチャンス、2番三ツ俣、甘い球を見逃しませんでした。ドラゴンズ一振りで同点とします。ランナー2人を置いて、しかし空振りの三振、勝ち越すことができません。これから6回ジャイアンツの攻撃です。一方ドラゴンズはピッチャーが変わります。背番号13玉尾、マウンドに上がります。接戦の中でのリリーフ登板です。さあマウンドに上がったのは玉尾。さあ小宮山さん、中盤ここで変えてきました。期待通りしっかり抑えたいですよね。そうですね、まずはしっかりと抑えていきたい。さあ初球は何か、豪快なスイング打ちました。打球はセンターへ、大島抑えてワンアウト。バッターボックスには7番山田、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。まずはワンアウトを取っています。さてこのところのジャイアンツですが、ここまで5連勝、どこまで伸ばせるんでしょうか。次が2球目、ライト方向を流しました。一二塁間を破る、これでマルチヒット、ワンアウトランナー一塁です。ここはうまく流されてしまいました。いいバッティングされましたね。バッターボックスは8番松屋、先ほどの打席はサードゴロに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。ファウルになります。ここはゲッツーを取るようなピッチングが理想ですね。うん、そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。低め、まあ次は迷ったらアウトローのストレートですね。はい、低めのボール入りました。フルカウントです。さあこれで決まるのか、走ってきた、空振り三振、タッチアウト、盗塁失敗。三振を奪った後素晴らしい送球が来ました。ランナーの進塁を許しませんでした。まあ本当いい形してますよね。ランナー出ましたがジャイアンツ得点はありませんでした。4対4同点です。6回の裏、7番から始まるドラゴンズの攻撃、バッターは本田。ドラゴンズ同点で迎える6回の攻撃です。真ん中打ちました。この当たりはどうか、ライトライナー掴んでまずワンアウトです。バッターボックス加藤、高木、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球は何で来るか、いっぱいに緩いボールを入れてきます。ストライクです。
2球目打ちました。ワンバウンドヒットになりました。これで3試合連続安打。ワンアウトランナー1塁となりました。見事なバッティングでした。リプレイでご覧いただきましょう。さあクリスチャスのランナーが1塁です。そして打席にはピッチャーという場面です。まあバントでいい場面ですね。まず何を投げてくるか。送ります。打ち上げてしまいました。取りました。送りバントは失敗です。2アウトランナー1塁と変わります。打順は1番に変わります。バッター大島、先ほどの打席はライトへヒットを放っています。ランナー送りバント失敗で進めることができませんでした。初球ボール、打ちいっぱい、これは入っていました。目は外れました。ランナースタート、ヒットエンドラン、ファウルになります。変化球空振り、スリーアウトチェンジ。ランナー出ましたがドラゴンズ得点には至りませんでした。6回終わって4対4同点です。から7回、ここでジャイアンツ代打を送ります。バッターボックスには代打の阿部。まあ小宮山さん、ここはしっかり抑えたいですよね。ここは落ち着いて投げてもらいたいですね。そうですね。さあ改めて集中していきたい場面です。西さん、非常に拮抗した試合が続いてますね。ご覧になっていかがですか。そうですね、まあピッチャーもバッターもよく頑張ってますよね。そうですよね。ファウルになります。ボールになります。インコース決めてきた。ワンボールツーストライクです。変化球で空振りを取ります。まず一つアウトを取りました。打順はトップに帰って亀井、先ほどの打席はライトへヒットを放っています。玉をまずは先頭バッターを三振に仕留めています。インサイド変化球決まっています。ツーストライクです。変化球空振り。ご覧いただきましょう。際どいコースに投げ込んできました。三振です。うまくボール球に手を出してくれましたよね。バッターボックスは2番太田。先ほどの打席はショートゴロ、併殺打となってしまいました。ツーアウトランナーありません。初球ボール、いやー角度のあるクロスファイヤーいいですね。左中間に上がった。この打球はフライになっています。藤井が掴んで3アウトです。この回ジャイアンツ三者凡退です。4対4同点です。さあそしてここからはラッキーセブン、ドラゴンズの攻撃に入ります。ジャイアンツ
7回の裏ドラゴンズの攻撃です。一方ジャイアンツはピッチャーが変わります。メンドーサが2番手としてコールされています。接戦の中でのリリーフ登板です。西さん、試合も終盤に差し掛かって同点です。これは面白い展開になってきましたね。いや本当ですね。もうランナー1人のこの重さ、こういうところを感じられますよね。ファンとしても非常に見応えのあるゲームになっています。インサイド決まっています。スピードボールを持っています。2球目は何で来るか。低め外れました。高め空振り。ワンボールツーストライクです。打ちました。ファーストが取る。一塁そのまま入ってアウト。バッターボックスには3番ルナ。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。まずはワンアウトを取っています。打ちました。取りました。一塁送球ツーアウトになりました。バッターボックスには4番杉山。前の打席ではフォアボールを選んでいます。ツーアウトランナーありません。インサイド見送っています。155キロです。インコース思わずバットが出ました。入れてきました。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。ファウル。ここもファウルです。これもファウル。いやストライクと言われてもおかしくないボールですね。さあ9球目は何か。ここもファウルです。変化球空振り。スリーアウトチェンジ。この回ドラゴンズ3人で攻撃を終えています。7回終わって4対4同点です。これから8回ジャイアンツの攻撃です。そしてドラゴンズはピッチャーが変わります。背番号16又吉がマウンドに上がります。緊迫感のある中での登板となりました。さあマウンドを任されたのは又吉。連日の登板となりました。最初は変化球できました。得意のボールでストライクを取りました。インコースボール。まあここはバッター甘いボールを待っているはずですね。なるほど。さあどう来るか。
ルナ一塁送球します。アウト、ワンアウト。さて小宮山さん、ここはどういうピッチングをすればいいでしょうか。まあそうですね、初球は要注意ですね。狙っていることが多いバッターですよ。なるほど、そうですか。ちょっとすっぽ抜けた感じです。インコース打ちました。いい当たり。ファウルになります。インコース決まりました。ワンボールツーストライクです。これが4球目。低め見送っています。インサイド変化球外れます。3ボール2ストライク。ここはもう調子のいいボールを思い切って投げ込むだけですね。打ちました。ヒットになった。これで3安打猛打賞。ワンアウトランナー1塁です。ご覧いただいています。ここはうまく打ち返されてしまいました。5番バッター岡本、ヒットでランナーを一塁に置いています。初球空振りです。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。なるほど。さあ、そういった配球で攻めてくるのか。さあ外してくるのか。非常にブレーキが効いたボールです。併殺狙い、インコースに攻めてきました。平行カウント、見逃して三振になります。2アウトになっています。打順は6番五ノ上。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。2アウトランナー1塁です。インコース、ストライク。スピードボールを持っています。インコース変化球決まりません。あー、ボールですか。はい、インサイド打った。セカンド正面掴んだ。一塁アウトでスリーアウト。ランナー出ましたがジャイアンツ得点には至りませんでした。4対4同点です。8回の裏ドラゴンズの攻撃です。そしてジャイアンツはピッチャーが変わります。トネがマウンド上に上がっています。接戦の中でのリリーフ登板です。さあ、マウンドに上がったのは骨。今シーズン55試合目の登板です。最初は変化球できました。ボールになります。
ール球振って空振りです。ワンボールツーストライクです。低め、これは外れます。まあそうですね、これで作戦も立てやすくなりますから、いい仕事しましたよね。バッターボックスには6番タワーズ、ヒットでランナーを一塁に置いています。ランナー動きませんね。中途半端なバッティングで併殺するのだけは避けたいですね。なるほど、そうですね。西さん、ここは走ってこないんでしょうか。いや、まだ分かりませんね。ただここは左ピッチャーなんでやりにくいのかもしれませんね。あ、なるほど。さあ、4球目は何か。変化球空振り、ワンアウトです。さあ、この終盤で勝ち越しのランナーを一塁に置いています。バッターは本田。この展開なんでエンドランのような攻めの手でもいいでしょうね。さあ、仕掛けてくるでしょうか。最初は空振りになりました。まあ、向こうは併殺を狙ってると思いますから、術中にはまらないよう気をつけたいですね。なるほど。さあ、バッターは何を待っているか。レフトに持っていった。レフトフライ掴んでアウト。ツーアウトランナー一塁と変わります。打席には1番バッター、カナ。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ツーアウトになっています。ランナー動きませんね。はい、ファウルボールです。さあ、走りやすいカウントになっています。ボテボテのセカンドゴロ、抑えた。一塁アウト。これでスリーアウト。ランナー出ましたが、ドラゴンズ得点には至りませんでした。8回終わって4対4同点です。これから9回ジャイアンツの攻撃です。一方ドラゴンズはピッチャーが変わります。背番号24福谷が4番手としてコールされています。きっちりと抑えていきたい場面での投入です。西さん、ここまでは手に汗握る展開となってきてますね。いや、本当ですね。試合を見てる方は楽しいんですけどもね、やってる方はね、もう気が気じゃないですよ。本当にそうですよね。初球は際どいところに来ました。ストライクです。打ちました。これはどうだ。破りました。センター前。これで3安打猛打賞。ノーアウトランナー1塁です。ここはうまく打ち返されてしまいました。バッターボックスには代打の和田。
いや小宮山さん、ここは意地を見せてもらいたいですよね。そうですね、ここで勝ち越されると流れが変わるかもしれませんからね。そうですね、ここは踏ん張りたいところ。ここはゲッツーを取るようなピッチングが理想ですね。うん、そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。ここはストライクからボールになるような球がいいですね。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。さあ追い込みました。まあ、次はボールになってもいいくらいの気持ちで、まあ、外のストライクからボールになる変化球を引っ掛けさせたいですね。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。高め打った。ファウルです。ボールになります。完璧なボールでしたけどね。スリーボールツーストライクです。三振を取りました。ワンアウトです。バッターボックスには代打の立岡。ワンアウトランナー一塁です。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。なるほど。さあそういった配球で攻めてくるのか。ここはバントを警戒する守備体制ですね。はい、そうですね。この低いボールは外れます。変化球で空振りを取ります。ツーアウトになりました。打順は1番に帰ります。バッター亀井。ツーアウトランナー1塁です。微妙なところを攻めてきます。ストライクです。これが2球目。高めに決まりました。ノーボール2ストライク。ボールになります。ファールの感じだとストレート。変化球空振り。スリーアウトチェンジ。ご覧いただきましょう。最後は三振を奪いました。ランナー出ましたがジャイアンツ得点はありませんでした。4対4同点です。9回の裏ドラゴンズの攻撃です。一方ジャイアンツはピッチャーが変わります。背番号13勝木がマウンドに上がります。この同点の場面で登板ということになりました。9回の裏ドラゴンズ代打が告げられました。バッターボックスには代打の和田。ザニさん、ここで切り札登場ですね。いや、きっちり役割をね果たしたいですよね。そうですね、この起用に応えたい。西さん、さあ1点入ればさようならです。ヒーローが出てきてほしいんですがどうでしょうかね。いやそうですね、まあ今日はね誰がお立ち台に立つか楽しみですね。そのさようならに向けて戦っています。
さあ2球目は何か。アウトコースへのカーブはボールです。ボール先行です。空振りになります。ワンアウト。打順はトップに帰って大島、勝木、まずは先頭バッターを打ち取っています。際どいコースに送ってストライク。決まりました。あっという間に2ストライクです。さあ外してくるのか。これは内へ外れます。切りました。ファウルボール。プレーでご覧いただきましょう。いや、それにしてもうまく引っ張りましたね。さあ一塁にはサヨナラのランナー、バッターボックスには三ツ俣、そして一塁ランナーは俊足の大島、まあ、彼が塁上にいるだけでも相手にプレッシャーを与えられますからね。本当にそうですよね。ランナー動きませんね。ここは併殺だけは避けたいですね。なるほど、そうですね。セカンド難しいバウンドをさばいて二塁アウト。アウト。ダブルプレーでスリーアウト。ランナー出ましたがドラゴンズ得点には至りませんでした。9回終わって4対4同点です。同点の場合は引き分けといたします。あらかじめご了承ください。1点もやれない場面での登板となりました。ドラゴンズの守護神浅尾、きっちりここはゼロで抑えなくてはなりません。さあマウンドを任されたのは浅尾。小宮山さん、ここ同点での登板どのようにご覧になってますか。まあそうですね、どうしても今日のゲームを取りたいということなんでしょうね。ともかくここはしっかりゼロで抑えてもらいたいですね。そうですね。さあしっかり抑えていきたい。初球空振りです。得意のボールでストライクを取りました。次が2球目。変化球タイミング合いません。ノーボールツーストライクです。次外すにしても意味のあるボールにしたいですね。なるほど、そうですか。さあ勝負してくるのか。変化球で空振りを取ります。まず一つアウトを取りました。3番バッター坂本、先ほどの打席はサードゴロに倒れています。浅尾、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。さあ守護神浅尾がジャイアンツ打線の前に立ちはだかります。小宮山さん、どうでしょうピッチャーの状態は。今日は良さそうに見えますけどね。なるほど。さあまずはこのイニングをしっかり抑えたい。
ちに来ました。ノーボールツーストライク。変化球空振り。4番バッター松田、先ほどの打席でヒットを放っています。ツーアウトランナーありません。初球は何から入ってくるか。初球ボール、さてバッターの松田、どういったタイプのバッターでしょうか。まあそうですね、打球が強烈なんで打たれた時のショックは大きいですね。怖いバッターですよ。なるほど、そうですか。次のボールは甘くなると痛い目に遭いますね。はい、外に決まりました。変化球タイミング合いません。ツーボールツーストライクと追い込んでいます。さあ5球目は何か。引っ張った、取った、一塁へ送ります。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。この回ジャイアンツ三者凡退です。4対4同点です。10回の裏ドラゴンズの攻撃です。そしてジャイアンツがマウンドに送るのはもちろんこの人です。難しい相手ですが何とか打たなければなりません。背番号15。さあマウンドに上がったのは沢村。サニさん、この相手をどう打ち崩していくかですよね。まあなかなか打つのは難しいですけど、なんとかつないで1点サヨナラに期待したいですね。そうですね。さあ注目の打席です。初球空振りです。誘ってきましたね。そうですね。まあここは甘いボールを逃さず打っていきたいですね。なるほど、そうですか。最初は変化球できました。中途半端なバッティングで併殺。センターへ、いいところに上がっている。センターフライ抑えてアウト。ワンアウトランナー一塁となりました。バッターボックスには代打の平田。いやー、西さん、最高の場面になりましたね。ここで決めたいですね。そうですね、この起用に応えたい。まあ向こうは閉殺を狙ってると思いますから、術中にはまらないよう気をつけたいですね。あっと取れない。ゴールを拾って二塁送球。ワンアウトランナー二塁です。いや、いい走塁でしたね。右中間へ、掴んでツーアウト。ツーアウトランナー二塁となりました。6番、
これはつなげておきたかったんですけどね、このチャンスの間にね、なんとか得点につなげていきたいですね。そうですね。さあ、そしてこのチャンスで打席には6番のタワーズ入っています。初球打ち掴んで3アウト、サヨナラはなりませんでした。さあ、先ほどのシーンリプレイでご覧いただきましょう。サヨナラのチャンスがあったドラゴンズですが、そのチャンスを生かせませんでした。10回終わって4対4同点です。これから11回ジャイアンツの攻撃です。そしてドラゴンズはピッチャーが変わります。祖父江がマウンド上に上がっています。接戦の中でのリリーフ登板です。さあ、マウンドを任されたのは祖父江、今シーズン24試合目の登板です。ファウルになります。ボールカウントはノーボールワンストライクです。これもファウル、まあ、次の球もストレートはあるですね。なるほど。さあ、どう来るか。変化球で空振りを取ります。ワンアウトです。6番バッター野上、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。祖父江、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。さあ、まず1球目、初球ボール、ファウルになります。変化球タイミング合いません。ワンボールツーストライクと追い込みました。内への変化球は決まりません。変化球空振り。7番バッター山田、先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。2アウトランナーありません。引っ張った、一塁へ、一塁アウト、3アウトです。この回ジャイアンツ3人で攻撃を終えています。4対4同点です。11回の裏、ドラゴンズの攻撃です。そしてジャイアンツはピッチャーが変わります。クモンが5番手としてコールされています。接戦の中でのリリーフ登板です。さあ、マウンドに上がったのはクモン、今シーズン16試合目の登板です。これが1球目、見事期待に応えました。いや、それにしてもうまく引っ張りましたね。さあ、ノーアウトで一塁にはサヨナラのランナー、バッターボックスには加藤、そして塁上には本田、まあ、彼がランナーですし、ここは盗塁を狙ってもいいケースだとは思いますね。さあ、ここはスタートを切らせるんでしょうか。空振り、この打席ゴロを打たすようなボールには気をつけたいですね。そうですね。さあ、何を狙っていくか。ここはファーストランナースタート、キャッチャー二塁送球する、セーフ、盗塁成功。いや、早いですね。きっちり盗塁を決めてきました。まあ、バッテリーもね、警戒してたんでしょうけどね。
外低めに変化球が決まります。ワンボールツーストライク追い込んでいます。空振り三振、前にボールを飛ばせません。バッターボックスには代打の福田、大歓声を背に打席に立ちます。さあ西さん、なんとかサヨナラに持っていきたいですね。もう意地で作ったチャンスですからね、ここで決めたいですよね。そうですね、この起用に応えたい。力強いボールです。目は何で来るか。低めの変化球にバットが合いませんでした。ここはあっという間に追い込んでいます。これは見送ってボール。このチャンスをものにしたい場面でしたが、2アウトになりました。小宮山さん、ピッチャーの状態なんですが、やや疲れを感じてますかね。そうですね、球数自体は多くないと思うんですけど、疲れという面ではちょっと気になりますけどね。ああ、なるほど、ベンチはこれをどう判断するかですよね。さあ、そしてバッターボックスには大島が入っています。さあ、2アウトにはなりましたが、なおもチャンスは続きます。まあ、今度こそここで決めたいですね。なるほど、そうですよね。これが初球、まず大きく外れてボールになりました。西さん、バッターの大島、左ピッチャーとの相性はどうなんでしょうか。いや、左ピッチャーには極端に弱いですね。ここまで苦手なのも珍しいですね。まあ、そうですか。インコースの変化球見ています。インローボー、スリーボールツーストライクとフルカウントとなりました。受けようかという当たりだったんですが、ダイビングキャッチに阻まれてしまいました。抜けたと思ったんですけどね。サヨナラのチャンスがあったドラゴンズですが、そのチャンスを生かせませんでした。11回終わって4対4同点です。これから12回ジャイアンツの攻撃です。一方ドラゴンズはピッチャーが変わります。ペレスがマウンドに上がります。きっちりと抑えていきたい場面での投入です。さあ、マウンドを任されたのはペレス。今シーズン6試合目の登板です。抜群の安定感です。さあ、初球は何か。インサイド変化球決まっています。ファウル。変化球で空振りを取ります。まず一つアウトを取りました。バッターボックスには代打の吉田。まあ、小宮山さん、ここはしっかり抑えたいですよね。ここは落ち着いて投げてもらいたいですね。そうですね。さあ、改めて集中していきたい場面です。ランナー一塁となりました。
厳しいコースだったんですがうまく打ち返されてしまいました。まあいいコースに行ってるんですけどね。さあここでジャイアンツ代走を送ります。ファーストランナーは松本、長打でランナーが帰れば勝ち越しです。さあこの終盤一塁には勝ち越しのランナーです。バッターボックスには亀井、まあ、1点を取りに行く場面ですから送ってくるんじゃないですか。さあランナーをどう生かしてくるか。初球は何で来るか。走ってきた。キャッチャーは二塁へ。セーフ。盗塁成功。バッテリーの警戒をかいくぐって見事盗塁を決めています。いやー痛いですよ、勝ち越しのランナーですからね。やはり走力というのは大きな戦力ということですね。全くその通りですね。さあ外してくるのか。ボールになります。変化球打った。セカンドが抑えた。一塁へ。一塁アウト。ツーアウトランナー三塁とかあります。さあそして打席には太田が入ります。さあツーアウトながら得点圏にはランナーが残っています。まあここで切り抜けてしっかり流れを取り戻したいですね。なるほど、そうですね。まずは見送ります。ワンボール。さて西さん、この太田対左ピッチャーはどうなんでしょう。いや左には極端に弱いですね。右バッターにしては珍しいですよ。そうですか。バッターの太田、今シーズン得点圏での打率は2割6分6厘となっています。ちょっとね、率は物足りないですが、まあ大きいのを狙うバッターですからね。ここも思い切って狙っていってほしいですね。ああそうですか。ファウルボールです。ワンボールツーストライクです。インコース、これは外れます。変化球打った。ファーストの左取った。そのまま一塁に入ってスリーアウト。これが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。勝ち越しのチャンスがあったジャイアンツですが、そのチャンスを生かせませんでした。4対4、同点です。12回の裏、ドラゴンズの攻撃です。一方ジャイアンツはピッチャーが変わります。背番号27、長田、マウンド上に上がっています。この同点の場面で登板ということになりました。さあマウンドに上がったのは長田、今シーズン16試合目の登板です。インコース決まっています。膝元をつきましたが外れました。変化球低めに持ってきましたがボールになります。次が4球目、アウトロー外れます。インハイ決まります。スリーボールツーストライク、フルカウントになっています。さあこれで決まるのか。バットに当たりません。三振。ワンアウトです。バッターボックスは3番ルナ。先ほどの打席はライトへヒットを放っています。ただまずは先頭バッターを三振に仕留めています。
まず何を投げてくるか。初球は際どいところに来ました。ストライクです。これが2球目。チェンジアップ外れました。インサイド変化球外れます。インコース低めの球、ツーストライクツーボールと追い込んでいます。ストレート打った、ショート取った、一塁送球、一塁アウト。バッターボックス杉山、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。ツーアウトランナーありません。最初は変化球できました。ストライクです。入れてきました。あっという間に2ストライクです。インコースを厳しく攻めます。試合終了。勝敗つかず、このゲーム引き分けとなってしまいました。日産両チーム全く譲りませんでした。いや本当ですね、まあ、野手も投手もよく踏ん張ったんですけどもね、まあ、ゲームとして非常にいいゲームでしたね。はい、引き締まったゲームになりましたね。結局今日のゲームは引き分けという結果に終わりました。ご覧のように今日のゲームは両者譲らず引き分けという形になりました。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで名古屋ドームから失礼いたします。